時間なんですね。ちょっと4チャンネルにして、エンタイユムカマイエナホおよそ40時間かけて菌が回り、瓶全体が白っぽくなると培養完了。続いて生育へと場所を移す。ここは先ほどの培養室で室温を10度ほど保っているため、瓶に蓋を開けると温度の変化が浸透し、使用的な菌が芽を出す。ここから水を与えて待ちます。4にして4にしたよ。あ4にしたよ。これ水捨てた？入れた時。何知らないよ。知らないよで、ね、溶かしてんだから水が出てるでしょうが。私知らない、そのまま入れちゃった。これ全部ダメだもん、失敗だよ。もうあんたは料理のこと全然分かってないな。気使いなさい。もう全部ダメじゃん、もう水が入ってっから。ちょうだい、これどれ、氷はだからちょうだい。
もうちょっと半熟でもよかったな。それはすごい。旨味が鬼粉で。爆睡。アマターのレモンサワー。迷いを私がたどり着いたのは。ご飯食べないね。もう飲んでるから。はい。いいよ。もうちょっと半熟だったな。これ食べてみてそう。